さんこんにちは、からしまみどりです。元気な秋冬をお過ごしでしょうか。今年もクリスマスコンサートの季節がやってきました。今年で16年目になります。私のクリスマスコンサート冬の絵本2014、今年は、ゲストに中川明憲さんをお迎えして、コンサートやっていきたいと思います。中川明憲さんといえば皆さんご存知のね、ミュージカルスターです。とても素敵な方です。今回は、年下の男性を好きになってしまうというそういう、主人公の、素敵なお話を、演じたいと思います。もちろん朗読劇も初めてですけれども、その中で音楽も交えながら、そしてオーケストラの皆さんともこうし合うような、そういう素敵なコンサート、夢見るようなコンサートができたらいいなと思います。新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さん、そして指揮と、音楽監督は千住明さん、そして千住さんもちょっと今回えっと思うような、可愛い役で登場されますので、それもちょっと楽しみなさっていてください。それからほぼ恒例となりました私のピアノコンセルトもあります。まだ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 で一生懸命今練習中なんですけれども、皆さんに、喜んでいただけるように頑張りたいと思いますので、それもぜひ聴いていただきたいなと思います。何よりもクリスマスにふさわしい生の音と、そして生の声と、そして素敵な感動を皆さんと共に味わえるような、そんな時間になれたら嬉しいなって思います。皆さんも素敵な12月、そしてクリスマス、そして素敵な年末をお過ごしくださいね。風邪なんかひかないで、皆さんに会える日を楽しみにしています。からしまみどりでした。